いつもお姉ちゃんにブレーキをかけちゃう。焦らないで、もっとゆっくりでいいって。だってお姉ちゃんが危険な目に遭うのも、トラブルに巻き込まれるのも嫌だったから。心配しすぎなんじゃないかってずっと思ってたわ。けど今考えると、お姉ちゃんのことをよく理解していなかった。アビスに侵食されてもお姉ちゃんが生きていられるのは奇跡なの。けどその副作用でお姉ちゃんの心は永遠に、家族になれたのもまた一つの奇跡よ。でも私の心配も同じく。違う、そんなことない。そんなわけあるはずないだ。クイックがくれた愛情も、父さんと母さんがくれた愛情も、どれも分かってた。本心では仲良くしたかったんだ。すまない、まだ時間が必要なんだ。いい方法を見つけてみせる。だからそんなこと言わないでくれ。謝る必要なんてないわ。だってお姉ちゃんは何にも悪くないもの。というより誰も悪くない。ただ偶然の巡り合わせで悪い結果が生まれただけ。私もう分かったの。だから今回は止めたりしないわ。お姉ちゃん、前へ走って。もっと早く、もっと高く、誰よりも強いククリューみたいに。火翼の集いで最も勇ましい戦士になって、それこそが私の誇るお姉ちゃんの姿よ。クイック。さっきアビスの力っぽいのが出てきて一瞬で消えたよな。まさかあれって。確か定期的にストレスを発散させないと暴走するってクイクが言ってたよな。でもあいつ自分でそれをコントロールしてたぞ。オイラたちがもっと早くついてればこんなことにはならなかったかも。手遅れになる前にアビスの侵食を浄化できてたら、そうすればきっとクイクも。あれ、なんだ。命は平等じゃない。彼女は幼い頃から数多の不幸を背負い、歩みを進めるたびに苦しんできた。もしかすると苦しみを受け入れてしまった方が
よほど楽な選択だったかもしれない。それでも彼女は歩んだ。いくつもの苦しみからなる雲の上には一体何があるのかと疑問を抱きながら、その答えは何よりも輝かしい太陽かもしれないし、ただの暗闇かもしれない。だがそれを確かめるために彼女は羽ばたくことを選んだ。それこそが命の意義なのだ。我が生涯の苦難を墓碑に刻んだ。それを有していたことと、それを超越したことを記念するために。クイクを安全な場所まで送ろう。クイクのことをしばらく頼む。今は他にやらなければならない。ええ、私たちのために尽くしてくれたこと全てに感謝します。我々のために命を落としてくれたこと心より礼を言う。すまないジャスカ。いいえ、このような苦しみを味わっているのは私だけではありませんから。クイクは英雄になるのを望んでいた。そしてあの子は永遠に私の心の中の英雄となりました。クイクの期待に応え、犠牲を無駄にしないためにも急ぎましょう。エンジン様。ああ、この戦争を終わらせる。裁きの雷。薬はあとどのくらい残ってるかしら。まだ足りそう。いえ、もう底をつきました。非常用のものがまだ少しありますが。ええ、そうよね。なら私の分を出してちょうだい。あら、あなたたち無事で何よりだわ。わからないわ。連絡が途切れ途切れで送られてくる負傷者だけが増える一方なの。それに今は治療に専念しないと。息子ならきっと大事な場面で正しい選択ができると信じているわ。だってあの子は自慢の息子だもの。息子ならきっと大事な場面で正しい。エルさ
んの専門知識のおかげでたくさんの人が助かっています。でもだいぶ無理もされています。ずっと休んでいないので後で理由を見つけて。大礼の祝福があらんことを、そして世の人々があなたの旅を彩りますように。私たちのために尽くしてくれたこと全てに感謝します。再会を果たすとき、世界が美しいままであることを願って。助けてくれてありがとう。ほら、お兄さんたちにお礼を言ってちょうだい。ありがとう。どういたしまして。お前たち、それとあのお兄さんとファデュイだな。そう、ファデュイ。私も先入観は捨てるべきかもね。ああ、あんたらか。会えてよかったよ。いつぞやは勇気をくれてありがとう。ナタではアビスと戦うことを栄誉と見ている人があんたらの言う通りだった。戦うのはもちろん大切だが、自分の命も。その考えを戦友たちに伝えたらみんなうなずい。本当にありああ、よかった。心配してたんだぜ。途中危険な目にあったりし、まあアビスの魔物には遭遇しまったよ。ただみんな勇敢で動きも機敏だし、一人前の戦士みたいだな。手こずりはしたが、こいつらのおかげでどうにかな。体が覚えてることはそう簡単に。生き残れただけでも幸運だ。失うものを取り戻すには生きてるのが大事。二人も皆、準備はいいか。我々は今悲惨な戦争に身を置いている。勝利をこの手につかまんとする意志を私に見せてくれ。犠牲をなくし苦痛を断つために。血が尽きる前に水石で歯を研ぎ、小さき明かりを残せ。さすれば炎はナタのすべての眼差しとつながる。苦恩の暗闇さえも我々を分かつことはできない。泥まみれの水石、こだまするテペタル、集い散り燃え尽き、よみがえり死ぬ。神聖の炎のために黎明の一角を見せよ。火山を踏破し太陽をつかむ英雄。
冠を授ける列縁、きらめく光は聖画のごとく、我が最初の一歩を導きたまえ。すべてを見通す者は己の死を予言できたことを喜び宴を開く。今こそ肉と骨と杯を掲げ、力を尽くした英雄の望みが叶ったことを祝して、最後の歌を聴かせよう。王術の灯火は燃え盛り、宝魂の烈焰に至る。すべては振り返らぬ命のため。我々のすべての所業を必ず炎が審問するだろう。我が生涯の苦難を墓碑に刻んだ。それを有していたことと、それを超越したことを記念するために。時空を超えし英雄たちよ、機は熟した。我々は団結し、大炎の洗礼を受け、祝福された家名を手に、力の真の意味を知り、剣心の定めをたどって、やがて超越の炎を迎える。ナタのために、ナタのために。半凡の歌があらゆる命を守ることを誓おう。こんなにすごい力が秘められてたなんて、びっくりだよ。つまりこの後の戦いでは聖火を通じて復活できるってことだな。ああ、もう二度と犠牲者は出ない。敵を一掃する時が来たってことか。奪われた土地も全部取り返さなきゃ。ナタのために見落とした全ての人に敬意を。行くぞお前ら。オイラたちも行くぞ。パイモン、旅人、あの時駆けつけてくれたこと感謝する。おかげでクイクが最後の言葉を残すための時間を得られた。もし私が暴走を抑えられてなかったら、今こうして反撃の機会を手に入れることもなかったろう。それよりお前のことが心配だぞ。大丈夫か？しばらくこの胸の使いは取れないだろうな。だがそのことは一旦置いておくしかない。私が味わった葛藤と苦痛はどれも試練に過ぎない。そして私はクイクが思う。よし行こうぜ。あの真っ黒な奴らを。
オッケー。光り輝くがいい。高き者、私は蔑む。あなたのために。騒ぐな。ここより弱滅の時、私の力を使えばアビスの気流を破壊できる。私は帰ってきた。お披露目だ。無我の境地、裁きの雷。さっ、はっ、ふっ。魔物の数がだいぶ減ってきたな。この勢いで畳みかけるぞ。エンジン様の力を存分に使わせてもらおう。情けは無用だ。上まで送ってあげる。その方が早いっしょ。あー、スピリットウェイみたいでドキドキする。私の番、行くよ、ぐるぐるコマちゃん。救出は済んだな。ばあちゃんたちは先に。次の行動には遅れないから、少し時間が欲しい。あらら、三つ星と野菜のことはほっときなさいって。このアンポンタン、聖火とは実に温かいな。これであと数十匹は倒せる。聞け、この戦いでもう犠牲者は出ない。遅かれ。
こだまとこの魔物は全部倒したよ。アビスの気流は私が破壊したんだ。流線の衆の方も終わったよ。私の一撃、名園の主も危機を脱したところよ。火薬の集いを手、あそこの状況は特にひどいとか。僕も今向かっているところだ。必要ない、一掃した。もうか、さっきまで競技場にいたんだ。とにかく誰かを殴りたかったんだ。どれだけ我慢してたかわかるか。そっか。イアンさん、北条の国の方はどうする。イアンさんの家は競技場から遠い。ああ、それなら心配いらないぞ。さっきバレたからもう片付いたって連絡が来てる。どうやら全部処理できたようだな。アビスの勢いも弱まってる。数の勝負なら反魂の歌が負けるはずないもんな。またアビスが魔物を集めて、反魂の歌が一番の障害だと気づいたか。聖火を破壊する気だな。そんなことさせないよ。みんな競技場に新しいアビスの気流が落とされたみたいだね。どれも競技場の、そうだ、競技場の入り口。よし、これが最後の戦いだよ。宝物となるがいい。静粛に。光り輝くがいい。高校たる。ここより弱滅の時。無我の境地。響け核の音。光り輝くがいい。高き、私は下げず。オッケー。どよめく侵略。稲光、すなわち永遠なり。Huh.
皆、ここに集まってもらったのは、この偉大なる勝利を祝うためだ。こたびの勝利は、我々の手によって得られたもので、一人一人に誇る資格がある。我々は再び大いなる災厄を乗り越え、愛する故郷を救ったのだ。おお、無論、戦争はまだ完全に終わっていない。アビスは消えておらず、その巣窟、八神の国よりも深き場所へと退いただけだ。だが、ナタの戦力を侮り、戦いを仕掛けた奴らは深い傷を負った。この先長い間、ナタに脅威をもたらすことはないだろう。少し準備を整えた後、私が最後の反撃を行うつもりだ。その巣窟に攻め入り、アビスを全滅させてみせよう。それって、ちょっと待ってください。エンジン様はお一人で行かれるつもりです。あそこには強力なアビスの力が蔓延している。一般人であれば、少し触れただけで即死だ。先陣を切ってナタに貢献したいという皆の気持ちは理解しているが、ここは任せてくれ。このエンジンが、直々に勝利を収めることを誓おう。一番肝心なところで力になれないなんて。これからの戦いとこれまでの戦いに差はない。皆はすでに貴重な戦果を勝ち取ったのだ。今宵は存分に祝うとしよう。そうですね。命の心配がなくなった以上、もういつもの日常に戻れますよね。確かに悪いことじゃないな。魔物が溢れてる頃よりずっとマシだ。時が来たら再び皆を召集すると。やそしてこたびの戦いでナタのために犠牲となった戦士たちも忘れてはならない。アビスを消滅させた後、荘厳な葬儀を執り行う。孤名に多くのものを記録することはできないが、いかなる英雄の物語もナタの人々の胸に刻まれるべきだ。黙祷を捧げよう。また戦士たちだけでなく、隊長の特別支援にも感謝したい。個人の名義でこの土地の勝利に敬意を表彰。では皆がこの宴で気持ちを整理し、再び活力を取り戻すことを願っている。これからも心を一つに邁進していってほしい。戦での活躍は耳にした。まさに優秀な冒険者であり、戦士そのものだな。俺の記憶ではお前とあの姫様はよく似ている。特に勝ちたいと言った時の姿はな、一刻も早く姫様との再会を果たせることを願っている。そうだ、オロル、名園の主の状況はどうだ？ああ、腕の立つばあちゃんがずっと集落に残ってたし、きっと問題ないはずだ。けど各所の復旧作業は必要だろう。部族の若者として戻って手伝わないとな。ファディの支援はいるか？いや大丈夫だ。それに部族には年寄りも多いから、君の部下を受け入れてくれない可能性も高い。そうそう、怖い顔してるせいでいつ襲ってくるかビクビクしちゃうっていうか。しかも元素力の乱用は名園の主の視力にも影響を及ぼす。心配してるのはそこなのか。
しかし人々が心を一つにすることで本当にアビスの災いを乗り越えるとはな。悔しいか？その思いがないと言ったら嘘になる。だが悔しさよりも称賛の気持ちの方が強いな。お前どんだけ渋てんだよ。こんな戦いまで乗り切っちまうとは。チッ、今の俺はお前の減らず口を許す気にはなれない。部外者ずらして今回のことを好きかって言うな。出ないといつ殴られてもおかしくないぞ。そうだぞアハウ、本当に懲りないな。へえ、ちょっと戦いに勝ったくらいで宇宙天になりやがって。この偉大なる聖竜クフルアハウが真意を振るってなかっただ。とっくに消し積みになってたっていうのに。言う褒美に武道でもやるか。俺を一個扱いすんじゃねえ。今回の死傷者のうち伝達師は最も多くの割合を占めてる。しばらくはナタの手紙配達にも影響が出るだろう。だが幸い兼業で伝達師を志望するやつも多い。状況はいくらかマシになるはずだ。北条の国はアビスの出現場所から一番離れてたから魔物も他より少なかったんだ。私の知ってる限り特に大きな影響を受けてないはずだぞ。でもチャスカの支援が少しでも遅れてたらと思うとちょっとゾッとするけどな。ならよかったぜ。被害が小さかったみたいでほっとしたぞ。このブドウ案外うめえじゃねえか。我が従者よ、おかわりだ。ならお前のことはこれからインコって。みんながお祝いムードだって言うのにアハウだけ嫌なことばっか言って、なんでそこまで偏屈なんだ。インコだから覚えた言葉しか喋れないんだろ。じゃねえ、偉大なる聖竜クフルアハウだ。裁きの雷。大活躍だったじゃんガチーナ。前よりずっと自信がついたって感じ。やっぱ一回勝つとガラッと変わるもんだね。それほどでもないよ。ただ何かをしなきゃって一心だっただけで。カチーナちゃんのパパとママが褒めてたよ。もう一人前だって。そういえば流線の州の状況はどうなってるんだ。犠牲者が出たけど今はみんな前を向いてるよ。すぐ復旧作業に入ろうとしてる。小玉の子もだいたいそんな感じだね。でもやっぱりちょっと胸が痛い。半言の歌の庇護を受けられなかった人もいたから、帰ったらろうそくを作って備えてあげよう。あ、私も一緒に作らせて。今回の犠牲がナタに今までにない平和をもたらすことを願わないとね。ろうそくを作るならうちにある材料を使っ、うん、でも、ああそっか。ろうそくを作、うん、で、ああそっか。ろうそくを、うん、ああそっか。オッケー。
ああ、君たちか。なんか元気ないな。疲れてるのか？そうかもしれないな。空を飛んだ時、ナタの全域を、そして勝利のため身を粉にする皆の姿を目にしたんだ。もっと早ければ、そうすれば彼らも、クイクも。すまない。こういう時にする話ではなかった。うん。今回もまたジュースでいいか？うん。L サイズで頼むな。ああ。500年前に立てた計画はほぼ完成に近づいた。あと一歩だ。残すはアビスとの決戦のみ。私にとって戦闘は最も手慣れた手段だ。故にそれほどプレッシャーも感じていない。あの悪いやつを一撃で潰した時のお前、すっごくかっこよかったよな。あれはカムクラによって潜在能力を全て引き出した姿で、一時的なものに過ぎない。ずっとあのままでいたら体が持たないだろう。それと一時的にあった半言の歌の特殊な力も消えている。今後は以前のように5名の所有者にしか作用しない。ああ、アビスが大ダメージを受けたことで周期的に現れていたのもしばらくなくなるだろう。私としても皆にここからしばらくの間平和を享受してもらいたい。ふん、順調にいけば永遠の平和と言うべきか。千年続いたアビスとの戦争もそろそろ終止符を打つべきだ。ところで、ずっと気になっていたことがある。これまで他の国を旅してきた君は常に物語の中心に立ち、様々な強敵と戦ってきた。先の戦争も疲れを知らずにあちこちを駆け回っていた。旅人という立場でありながら、いつも勇ましくあり続け、なぜ己の命すら顧みずに行動できるのだろうか。心に恥じないか。良いことを言う。旅人たる者、後を濁すことなく悔いのない旅路を行くべきだ。とにかく私が伝えたいのは、君は優れた才と正義の心を持つということだ。君と最後まで手を携え、この災難を乗り越えられることを心から願っている。だが、その優しさと正義感につけ込んで協力を強いているようにも思わせたくない。何せ決戦には危険が伴う。君にとってはこれからの旅の方が大事かもしれないしな。今日はもう疲れているだろう。ひとまずゆっくり休んでくれ。明日になったらまた談義室に来てほしい。そこで最後の戦いについて話す。その時、君の答えを聞かせてほしい。戦争の光景が今も脳裏を離れずになかなか消えてくれないんだ。もう一杯飲むべきかもしれないな。
パイモン、待ってちょうだい。ストラリ、なんでお前、大事なことがあってね。やっぱり君に教えとこうと思って。なんだって、それ本当か。死の失勢の力を使った以上、ナタは代償として死を払わなければならない。そしてそれに釣り合うのはマービカ様の死だけなの。ナタの人々の奮闘がひょっとしたら死の失勢の意志を変えてくれるかもって期待もしたけど、対戦を経てナタの最大の脅威が解消されそうになった今も死は微動だにしていない。君の考えてることは分かってる。私だってマービカ様を救いたい。よかった、その言葉を聞けて安心した。協力ありがとう。特別な存在である君はこのルールに最も抗える存在かもしれないから。そうそう、このことは絶対マービカ様には言わないでね。カムクラの力を使うことの代償を彼女も理解してるはずよ。けど私たちのやろうとしてることを悟られたら、かえってこっちの計画に影響が。おう、分かったぜ。さて、これで最後の休養も片付いた。せっかく競技場に来たんだ。安心なさい。いっぱいって言って。こら小娘、これ以上ダダをこねたらおじさんも本気になるぞ。円陣になりたいと言いながら教えを請いに来る子は毎日数えきれないほどいる。その中からお前さんを選ぶ理由がどこにあるというんだ。はあ、何遍繰り返したって無駄だ。将来のことなど誰がわかる。才能に優れ俺を説得できるってんなら話は別だが、私ならここから君の家のキッチンにあるコーンチップを打ち抜くことができる。数十メートルあるんだぞ、冗談はよせ。おいおい、本当にやる気か。マジで命中させやがった。面白い。かがり木の民の娘、お前さんなら本当に円陣になれるかもしれないな。先に5名を手に入れたのはこの俺だ。しかも超有名なマリポ。頭を下げてもいいんだぜ。ヒカセイヤの巡礼のチームに入れてくれって。今ならまだ間に合うぞ。まったく、負けは負けなんだから素直に認めたらどうだ。そんなこじらせるんならお前が本当に5名を手に入れた時に祝ってやらないぞ。いつか必ず5名を手に入れてみせる。君のよりも強いやつをな。はいはい。けど、かがり木のためにマリポより強い5名なんてあったか？まさか、キアンゴジーじゃないよな。やっとレスリングであんたに勝てた。あと数日であんたは正式に円陣になるんだろ。次にこういう風にレスリングをしたくなったら多分。円陣様、レスリングのために一日お時間をいただいてもよろしいでしょうか。ってなるかもしんない。
聞いた話だけど、エンジンになったやつはみんな聖火に宿る知識を吸収するらしい。同時に性格も少し変わるんだとか。レスリングでもう私に勝てなくなるのではないかと心配しているのか。そんなわけないだろう。ま、考えすぎか。エンジンになったくらいで私のことを忘れるはずないよな。よし、試合再開だ。漆黒の後に必ず黎明が訪れるのだ。我々は一人で戦ったりしない。ほら見て、夜が明けたわ、やっと。わしらは正しい道を歩んでおる。エンジン様が導いてくれるだろう。敗者は戦火の灰に、勝者は再び燃え盛る。私のなすべきことはすべて終わった。矢神の国に刻まれたルールがアビスとの戦いで助けになってくれるはず。まだ足りぬな。人々に勇気をもたらすことはできるが、これでは真の災いに太刀打ちできん。ナタ人だけに砕けた世界の結果を背負わせるのなら、もっと誠意を見せてもらいたいのだが。私が見てきた人間の中で君は誰よりも貪欲で一番交渉に長けてる。まさか私の力まで求めるとは。私が担うのは死。死から力を得るのなら相応の代償を払ってもらわないと。今の我は何よりも力を必要としている。その力に耐えられる英雄が死など恐れるはずもなかろう。命あるものは死を恐れるもの。この力を背負う者が少しでもひるめば、代償を払うのは無数の民になる。これがルール。アビスに屈しない国ならば、無論何時のルールにも屈したりはせん。文化の伝承、信仰の積み重ねが続いていけば、我でさえ想像のつかない高みに達するだろう。そうなら手を貸してあげるけれど、私はただの影。君が思うほど自由に動けない。ならどうするつもりだ。内緒にすると。やもし誰かに問い詰められたらこう言うから。狡猾なシュバラン家に力を盗まれただけ。私は全くもって関係ない。いいだろう。その寛大な心に感謝を。入ってくれ。
先日伝えた通り、アビスを根絶する作戦について相談したい。ところで、コメイの方に進展はあったか？まさか、ヤガミが君に手を差し伸べてくれるとは。ふん。これは私への助け舟と言ってもいいだろう。感謝しなければならないな。あれ、今気づいたけど、コメイってこの前の戦争で使うものじゃなかったのか？ああ。アビスが救うヤガミの国のさらに奥。そこは完全にアビスの力に侵食されている。それを根本から解決し、地脈を修復しない限り、ナタ人はこの先も脅威に怯えながら暮らし、それがナタ人が当たり前のように背負ってきた運命。数千年にわたり漆黒の狭間であがくことしかできず、一度も真の平和を手に入れたことなどない。しかし、こたびの戦いでその運命を打ち破りたいのだ。聖火を用いればこの身は守れる。そして私以外にあの地の汚染に抗えるのは君だけだ。コメイが完成しなければ私一人で行こう。だがもし間に合えば、やはり君に助太刀を願いたい。元に戻ったとは言い難い。ヤガミの国がアビスに侵食されている問題はまだ解決していないからな。だが、カムクラの力を使ったことにより、ヤガミの国に溜まっていたアビスの力はだいぶ消え去った。それに、君の古名は極めて特殊。要するに、反魂の歌が元に戻っていなくとも、君の身は問題なく守られるはずだ。ちょっと待ってくれよ。オイラはどうなるんだ？え？残るって、お前と離れ離れになれって言って。アビスは狡猾だ。君たちが一緒に行動すれば真っ先に狙われるだろう。そうなればこちらが窮地に立たされる。あんま心配する必要ないと思ったら一気に心配になってきたぞ。オイラなしで大丈夫なのか？分かったぞ。もう少し考えさせてくれ。受け入れられるか分かんないけど、頑張ってみるから。ああ、すまない。最終決戦がいかに重要なものか、ナタ人ならば誰もが知っている。遠い未来の時の終点まで他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。